おーい、クラッシュ。たくさん人がいるぞ。じゃあみんな、こんにちは。こんにちは。すげえ、お話し、さきまぜ。おー。はいはい、ちょっと待ってくれ。ウミガメの挨拶、ちゃんと知らないやつを、真ん中の後ろで見つけたぞ。ギャルさん。はい。一番前の列のさ、こっちの端っこなんだ。白いコアで、肩に黒い昆布の引っかかってる大人、話をしようぜ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだ。あ、山口です。山口、渋い名前じゃないか。さあ、これが最高だぜって言ったら、山口は両方のヒレ高く上げて、うーんって元気が来るんだ。戸惑ってる場合じゃないぞ。準備はいいな。山口さくらぜ。おー、やるじゃないか、みんな拍手だ。それ以上に可愛かったぜ。よし、今度さ、こっちの前の方に行こうな。うん、一番前の端から二番目、うん、青い甲羅のちっちゃな子、話してみて。お、ガイドさん、端端、はい、端から二番目なんだよ。青い甲羅のおちびちゃん、そうさ、こんにちは。言えるかな。こんにちは。なあ、いきなりでびっくりしたな。だぜ。じゃあガイドさん、すぐ隣のしましまの甲羅の大人、ちょっと話してみたいな。そうそう、こんにちは。こんにちは。ありがとう。まずおちびちゃんとの関係を教えて。母です。おー、ママか。名前なんて言うんだ。おちびちゃんはアコです。お、アコって言うんだな。ママは聖子です。おー、聖子、よろしくな。アコって今何歳？6歳。そうか。ああ、君もまだまだ卵から帰ったばっかりなんだな。あ、それじゃあさ、スー子にもう一つ聞いてもいいかい。おちびちゃんからさ、いろんな質問された経験はあるか。あります。ああ、そうか。見せてもらっているのさ、うちの息子のスクワットの祖母なんだよ。スー子、俺たち親同士気持ちが通じ合ったみたいだな。教えてくれてありがとうな。アコもありがとうな。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえ、パパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だからみんな、今日は人間のことを教えてくれないか。協力してくれるなら、はい、手を挙げてくれ。せーの、はい。止まったな。もう一回聞くぜ。協力してくれるなら、はい、手を挙げてくれ。せーの、はい。お話し、さくらぜ。おー、山口、油断すんなよ。それじゃあ、スクワットからの最初の質問だ。ねえ、パパ、人間は泳げるの？だってさ、泳げる人、ひれあげてくれ。どうだい？泳げる人、ひれあげて。ほほほ、いるじゃねえか。さあ、それじゃあ、この中で泳ぎのうまそうなやつ。ガイドさん、こっちの後ろ行こうかな。一番前の一番端っこ、うん、黒い甲羅の大人、ひれあげてくれてたんだ。そうさ、こんにちは。あ、こんにちは。おー、ありがとう。名前なんて言うんだ。まさひろ。まさひろ、泳げそうな名前じゃないか。まさひろはさ、早く泳ぐのとゆっくり泳ぐの、どっちが好き？ゆっくりの方が。あ、わかるぜ。ゆっくりって気持ちがいいよな。こんな風に、あ、まさひろです。ゆっくり。
マサヒロです。山口です。山口関係ないよな。あはあ、でもさ、早く僕の大好きなんだぜ。あ、それじゃ今から俺の速さ見せてやるよ。ガイドさん、この辺ざっと一周回ってくるから、みんなと一緒にタイムをカウントしてくれ。頼んだぜ。わかったよクラッシュ。じゃあみんなで一緒に数えるよ。せーの、ただいま。軽く行ってきちゃった。山口の家。よし、今度はみんなの番だ。俺に聞きたいことのあるやつは比例を上げてくれ。どうだい、何でもいいぜ、開けて。さあまずは誰と話をしてみようかな。クラッシュ、前の子が質問あるみたいだぞ。お、ありがとうな、ハンク。まあ、それじゃあこっちの前から行こうか。前から2列目、真ん中の通路からだ。肩に青い昆布が引っかかってる子、話そうぜ。こんにちは。こんにちは。お、ありがとう。名前なんて言うんだ。太陽。太陽、おお、素敵な名前だ。よし、俺に聞きたいこと、なんだ。家何？家何？家がどこかってことかな。なってる。そう。おー、なるほどな。海。そういうことじゃねえよな。でもさ、あながち冗談でもないんだぜ。俺たち海魚にはさ、どこか特定の場所に住むっていうことはしないんだよな。いつもあったかい海を求めていろんな海に旅してるんだぜ。ハワイだろ、ニュージーランド、あー、カリフォルニアもよかったな。あ、でもさ、今一番気に入ってるのはここだったりするんだぜ。太陽、なんでかわかるか。暑いからよ、最近。正解は、君に会えたからだ。あー、もちろんみんなもな。私、サカズ。次の質問行こうぜ。後ろの方も遠慮するんだよ。さあどうだい、何でもいいぜ、開けて。さあ今度は誰と話してみようかな。お、後ろも開けてくれてる。じゃあガイドさん、こっちの後ろ行ってみようかな。前から2列目、端から2番目の黒い甲羅の大人、ひげ上げてた。お、そうそう、こんにちは。こんにちは。お、名前は？あ、寺田です。寺田、よし、質問なんだい。クラッシュさんがちっちゃいカメだった時、なんか将来こういうカメになりたいなとかってありますか？おお、なるほど、面白い質問だな。おお、小さかった頃、おお、小さかった頃というか、今もそうなんだけど、親父のサーフィンがすげえかっこよかったんだよ。だから親父みたいに泳ぎたいっていつも思ってたから。おお、面白い話があるんだ。俺の親父の名前クラッシュって言うんだぜ。俺の名前もそっから来てんだろうな。でさ、親父の名前も実はクラッシュって言うんだ。すげえだろ。でさ、親父の名前もクラッシュ。親父の名前もクラッシュ。親父の止めてくれてもいいんだぜ。で、俺は息子にスクワートって名前つけたんだな。直感だよな。私、サカズ。よし、また俺が答えるぜ。質問のやつ、切り上げてくれ。さあ、どうだい、なんでもいいぞ。じゃあ、さあ、ガイドさん、こっちの前、早かったな。前から2列目、真ん中の通路から2番目だ。肩に黒い昆布引っかかってる大人、話そう。こんにちは。こんにちは。名前は？美穂です。美穂、よし、質問なんだい。沖縄から来たんですけど、明日沖縄に帰りたくないです。どうすればいいですか？おお、なるほど。沖縄っていうところから来たんだな。で、なんで帰りたくないんだ？ここが楽しいからです。なるほどな。そんな風に言ってくれて嬉しいよ。俺も美穂と話ができてとっても嬉しいんだぜ。でもさ、その沖縄っていう場所にも君の帰りを待ってる家族とか仲間とかたくさんいたりするんじゃないのか。どうだい？たくさんいます。
ああ、そうなんだよな。だからさ、やっぱりその沖縄っていう場所に帰った方がいいと思うよ。君が帰ってきて嬉しいと思う仲間や家族、きっとたくさんいると思うんだよな。大丈夫、ここが楽しいならまた来たらいいんじゃねえかな。もしかしたらまた俺と会えるかもしれないぜ。みんな日本に拍手してくれ。ああ、話せてよかった。お話し、サクロス。おー、すすいのすい。うほー、ねえ、置いてかないでよ。おー、ドリーとデイシティじゃないか。よし、みんなで、ドリー、デイシティって呼んでみようぜ。せーの、ドリー、デイシティ。みんなから人間のことを教えてもらってたんだぜ。そうだ、クジラ語教えてやってくれないか。お、デスニーがいい。私も教わったの。連れてくればよかった。いるけど。わあ、いつから。じゃあみんな私の後に行ってね。クジラソーアロー。みんなでやろうぜ。せーの、クジラソ